マウスコインを使ってエピソードを暗読。おばあちゃんと、あの海外の人が、お、スーパーマーケット。おや、あらまあ、見たことある顔だね。あ、おばあさんあるか。この人裸足？こんにちは、ある。あんたも買い物かい？ええ。なかなか、自分に合う食べ物が見つからなくてある。ああ、そのお肉はこの辺りの特産品だね。美味しいんだけど、確かにちょっと癖はあるね。ジビエ系かな。言われてみれば、確かにこの辺りはそんな食べ物が多いわ。癖の強い土地柄なのかしらね。やっぱりカップラーメンしておこうかな。仕方ないね。私に任せなさい。お湯入れて3分。はい、カップうどん。カップラーメンではなく、お、なんだこれ。うまいある。癖が全くないある。そうじゃろ。癖のある肉は、玉ねぎを混ぜた牛乳にしばらく漬け込むと、だいぶマシになるんだよ。一手間でこんなに変わるなんて。料理ってのは奥が深いある。勉強させてもらったある。おばあさん。いや、師匠。師匠と呼ばせてください。あらあら。何を言ってるんだろうね、この人は。まあ、私も伊達に年を食ってるわけじゃないってことよね。ね、にゃんちゅ。にゃーん。この絡みエピソードいいよね。じゃあまずは、現時点で見られるエピソードもあるけれども、先に。お邪魔します。10代男性。ようギターを練習してる若者や、あとね、隣の部屋から、うん、なんか音が聞こえるなーって下手だけどだんだん上手くなってくのが面白いって言ってたね。しかしなんだか心ここにあらずみたいな感じやな。気になることでもあるんやろか。お、散らかってんな。靴下が一瞬使用済みのティッシュかと思ったぜ。いよいよ最後の部屋やで。気合い入れて除霊しようか。まず何から行く？はぁ、今頃あの子は何してるのかな。恋煩いか。なんやなんや、恋しとるやんか。青春ちゅうやつかいな。青春かよ。どっから出てくる？お、ポスターから。ギターからかな。これあの子に教えてもらった曲。もっと練習して上手くならなきゃ。あの子に振り向いてもらうには俺にはギターしかないんだ。ん、いきなり現れるパターンやな。そんなら、除霊するまでや。やったね、あんちゃん。このゲーム機、これなんだろう。メガドラかな?64 かな。とりあえず、まずは探索をして、コインをもらってから、他はなさそうかな。よし、じゃあ、除霊行こう。ん？こらネズミ、俺の大切な道具に近寄るな。ああ、捕まってしまった。あ、よかった、駆除はされなかった。まあそう簡単にはいかんよな。ワイには分かってたで。尺稼ぎやな。さてどうしたもんか。雑誌の束、 CD や CD が特に珍しくもないな。いや、考えてみればコンパクトディスクももはや珍しいものなんやろか。今はみんな配信で買っちゃうからか。だってそうやろ。音楽聴くのも今やオンライン定額サービスが主流って言うやんか。形のない情報が価値を持つ時代なんてもうずっと前から言われとるけど、そういうの考えるとほんまにそうやなって思うわ。本なんか特にそうだよね。俺も電子書籍ばっかりだし。棚の上にテレビが載っとるな。最近の薄いテレビってなんか不安ないよな。何が？薄いからすぐ倒れてしまいそうな気がせんか。いや、足はしっかりしてるし、そもそもあのね、でかいテレビが多いから重量があるからね。うん、そんで薄いからすぐ割れてしまいそうな気せんか。それはないな。まあメーカーもちゃんと考えてるんやろうけどな。あ、すまんすまん、ワイの勝手な心配なんかどうでもええねんな。データ系で言えばあれ、ゲームもそうだよね。ただあのデータで買っちゃうと、ダウンロードで買っちゃうとさ、すぐ遊べるのはいいけど、うん、あの容量がいっぱいになっちゃったりもするからね。
ギターのスコア本なんかが並んどるな。ワイもギター練習してた頃があったな。ハギターかな。もうずいぶん昔のことやけどな。うまかったの？いや、F コードで挫折や。簡易 F コードでちょっとごまかしつつ、うん。やったらよかったんじゃないのか？ F コードっちゅう難しい弦の押さえ方があんね。人差し指をこうぐーっと伸ばして、6本の弦を全部押さえんとあかんのや。ギターに挑戦した人のうち 90% が1年後には挫折してるって言われとるけどな。絶対ほとんどがこの F コードの仕業やねん。恐ろしいやつやで、F コード。テレビでも見るか。お、タモリクラブやってる。お、テレビを見始めたで。テレビに集中してる今ならチャンスかもしれへんな。ん？あ、また見つかっちゃったか？こら、ネズミ。またか、勘のいいやっちゃな。うむ、結果同じやったか。もう少しチャンスを作ってみようか。待ってみようか。ちょっとうろちょろするか。あれ？動け、あ、動けた。今年、こちらの農家では、こんなに大きなイチゴが、爆発してます。チャンネル変えた。私は、お前の父だ。のー元ネタなんだろう。さあ、ボールを持ったネルソンがサイドを駆け上がる。相手ディフェンダー、ディフェンダーをかわせ、クロスを上げる。中央で待つのはロナルドだ。これは決まるか。森崎くん取れなーい。面白そうなのやってないなー。なんか眠くなってきた。はい、どうぞ。すやー。今度は寝よっとね。着替えもせんで。自由なやっちゃな。前、これでようやく悪霊退治ができるってもんやな。うん。ネズミたち、こいつらはちゃんとパジャマ派だもんな。ん？またか？パジャマでいいわ。こら、ネズミ。ジェラートピケのメンズ、ちょっと着てみたいな。なんとまあ、寝とってもギターに近づくものに気づくとは。よほどギターが好きなんやな。どうしようもない。せやな、寝てても気づくんじゃな。どうしたもんやろな。ゲーム、はい、起動、ダメか。シャワーか？あ、ギター持ち出した。練習か。ギターの練習を始めるようやな。ただでさえ苦労しとったのに、あれじゃ余計に手出しできへんな。あれ？なんかチューニングが違うな。チューナー、どこに置いたっけ？あかんなあ。あれはチューナーを探してチューニングをしたいのは山々だが、抱えてるギターを離したくないという微妙な心理状況や。今なんかスマホにもチューナーなかったっけ？感度とかどうなんだろう？これはこじれると長期化するで。どうしよう。まあ簡単な話や。あんちゃんがチューナーを探してさりげなく近くに置いてやるんや。棚の中にチューナーが入ってる。こう置くのかな。よし、サクッと見つけたな。見つからんように近くに置いてやろうや。ぽい。あ、チューナー。こんなとこ置いてたっけ？んでもまあいいや。ちょうどよかった。クイクイ。このドットのアニメーションがさ、結構細かく動くのがいいよね。よし、これで OK だ。ふぅ、あとはギターの練習を終えて離れるまで待つしか。ん？待てよ。これは逆にチャンスかもしれへんな。チャンス？寝ててもギターに近づくと気がつくやつや。そんなにギターが好きなら、こいつ自身がギターに集中してるとき、つまりギターを演奏してるときが、お、チャンスなんやないか？ほんとかな。見てみ、目閉じて気持ちよさそうに鳴らしとるわ。今なら絶対いけるで。なるほど。ナイスアイディアやろ。さあ行け、あんちゃん。今の好きになんか調べられるとこ他にあったりしないか？カチャ。洗濯機くらえ。
ギタースタンド、靴下にエイ、兄ちゃんにエイ、ギターにエイ。めっちゃ鳴った。今明らかにアコースティックやないエレキギターの音がしたな。どうやったんや。除霊獣、ワイが用意したものとはいえまだまだ謎が多いみたいやな。ちゅうか住人が気づいてまうからあかんよ。まあね、縦笛でねエレキギターの音出す人とかいるからな。これでいい音鳴るようになるかな。ふう、今回もなんとかなったな。じゃ、住民が目を開ける前に戻ってきてや。さあ、これで一応の部屋は終わったけど、エピソードの方見ていこうかな。結構増えたね。もう住人自体は、あ、でも最後のこれはあの不動産屋のオーナー的な人と師匠、エピソード2、社畜とギターの青年。ん？この曲はデトロイトメタルシティの殺害。ギターの練習か。なんかいいな、ああいうのって自由そうで。ん？これは確か、お、向こうも気づいた。あれ？同じアパートの人だ。ああ、やっぱり見たことあると思った。お散歩っすか？よかったら一曲聴いてきます？グローテスク、もしくはスラッシュキラー、あとは、なんだろ、陰獣伝でもいいっすよ、と。いや、そんな暇はないですよ。今は出勤するところで。そうっすか。社会人は大変っすね。ただあれだね、スーツ着なくて済む、そういう職場はいいね。俺も卒業したら社会人になるのかな。嫌だな。君こそ学校に行く時間ではないんですか？もう今日は午後からかな。午前の講義はレポートさえ出しとけば単位取れるし。おじさんもたまには思い切ってサボってみたりしたらどうすか？そんなことできるわけないですよ。社会人には学生と違って責任ってものがあるんだ。君にだっていずれ分かるようになる。あ、ちょっとおこ。はあ、大人ってなんであんなに不幸せそうなんすかね。自由にはなるが責任がほんとね、つきまとうからね。大人になったらみんな窮屈に生きていかなきゃいけないもんなんすかね。お、なんか一曲かけそう。メス豚行進曲をこうやってリリースするんだ。違う、あいつはクラウザーさんじゃない。広告連続で見れんのいいね。そのおかげでマウスコインもすぐ集まりと。ギター少年と青年とカップラーメンの方。ん？またお隣さんがギターの練習してるある。疲れてるのに勘弁してほしいある。こういう時はやっぱりあれあるな、壁ドンかな。アパートに住み始めていつかこの時が来ると思っていたけど、ついに僕も壁ドンを使う時が来たか。隣の部屋から、そうだ、今日はあの子が新しく教えてくれた曲も練習してみようかな。うん、かなり簡単そうだ。これならすぐ弾けるかも。なるほど、簡単だから割と普通に弾けて、あ、いつもの下手な音じゃない。気に入ったってことで壁ドンなしかな。この曲、僕の故郷の曲じゃないか。ほう。壁どもをカップ麺食い終わってからにしな、伸びちゃうよ。もう少しおとなしく見守っておいてやる。ある。エピソード5、
姉さんとおばあちゃん。あら？ラッニャーン。お散歩とニャーン。なんだか見たことのある猫ね。どうしたのかしら。あらっそわん。あ、こらちょっと。セクハラしてる。もう、ずいぶん人懐っこいニャンチューね。ニャーン。初見雷王だニャーン。ああ、ベラちゃん。そこにいたのかい。うたた寝しちゃって起きたら、姿が見えないから探していたのよ。あ、確か同じアパートのおばあさん。だからこのアパート、ペットかなの？なんか普通の安めのアパートって言うとちょっと失礼だけども、ペット不可のとこばっかりだと思うんだけどな。うん。あらあら、あなたがベラちゃんを見つけてくれたのかい？あ、いえ、ここにいたら猫ちゃんが来ただけで。それでベラちゃんと遊んでいてくれたのね。ありがとうね。さ、ベラちゃん。お姉さん。にお礼を言って帰りましょう。ありがとうだにゃーん。かわいかったにゃ。おめえもペット飼おうかにゃ。なぜ映ったと。でもそんな簡単に決めていいものじゃないのかな。あら？あら、出てきちゃった。ああ、プレゼント。猫ちゃんたら、お気に入りかしら。キャー！む、虫ですよね。師匠、次はどうしたらいい？これで悪霊の反応のある部屋は全て除霊完了や。ほんまよくやってくれたれ。これで人間に戻れる？おお、モロチンやで。せやけど、そうやな。その前に、せっかくやし、最後に一つ考えがあるんや。こいつをそれぞれの部屋に届けてきてくれるか？ん？どうボスに入れてきてくれればええ。あれかな、取り壊し反対の署名とかかな。これは？ふふん、後で説明したる。とりあえずお楽しみや。さ、行ってきてや。